より新調宮神輿猿出し巡行出発式を執り行います。まずはじめに赤坂氷川神社宮司江川義明よりご挨拶をさせていただきます。江川宮司よろしくお願いいたします。2年前からですね、ご覧のようなこの提灯のですね、ご覧になっている教会の方々、商店会の方々、そして友栄会、また企業のご賛同の方々、特にですね、警察、消防、いろいろというふうなことで、官庁の方々のですね、ご協力、ご指導のもとにですね、いよいよ今日結集されました。そしてお天気もですね、昨夜は月も、まして、今夜は満月ということでですね、非常に期待されております。あと、まあ、半日ではございますけれども、皆様どうぞお怪我のないようにですね、楽しく、にぎにぎしくですね、この氷川祭をですね、収めていただきたいと思います。そして、明日に向かってですね、また期待は十分私とも持っておりますが、どうぞ皆様よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。次に NPO 法人赤坂氷川出し保存会理事長石渡光一様よりご挨拶をいただきます。石渡皆さんこんにちは。ご苦労様です。皆さん待望の宮神輿がついに出来上がってきました。いかがですか。ここから見た宮神輿の感想はいかがですか。今日は奇跡的なお天気ですね。この柔らかい秋の日差しに輝いているあの黄金色、柔らかく荘厳に輝いてますでしょ。素晴らしいおみこしができました。皆さんのご協力の賜物です。ありがとうございました。今日はこれから東広場の前へ行きまして、皆さんなんと今吉宗、あの暴れん坊将軍の健さん、松健さんが、松平健さんが白馬に乗ってこの宮神輿のそばを伴走していただきます。乃木坂を登ってミッドタウンまで行っていただくんですが、乃木坂を登るようにある馬ですから、蹄が滑っちゃうんじゃないですかって申し上げたら、そんなことはない、大丈夫だ、ちょっと長丁場ですからそれずっと乗馬の姿で行けるんですか、ああ任せてくれ。松平健さん大張り気で行っていらっしゃいます。今日明日は実際に担ぐ日ですから、今日明日皆さん十分に楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして赤坂氷川祭り祭礼委員長出野康政様よりご挨拶をいただきます。出野様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。いよいよ新調宮神輿、そして猿の出し、お披露目の日が来ました。この1年間宮神輿運営委員会、そして NPO 法人氷川出し保存会、本日に向けての準備、打ち合わせ等々、大変お忙しい中を何回、あるいは何十回とお打ち合わせ準備いただきました。そしていよいよ本番を迎えました。皆さんの知恵と努力と貴重な時間をいただいた、その成果を発揮する日がいよいよ参りました。私事、実行委員長として非常に力のない委員長で皆さんにご迷惑かけましたけども、ぜひ本日は皆さんの力を結集して素晴らしいお披露目巡行を氏子各庁を回ろうではございませんか。ぜひ皆さんの力を期待しております。そしてここまで、準備の段階からいろいろお褒め折りいただきました関係各位、頭、神社、そして皆さんに感謝申し上げまして挨拶をさせていただきます。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。次に出し巡行責任者田中徳次様よりご挨拶をいただきます。
田中様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日大勢の皆様ご参集いただきまして誠にありがとうございます。皆様ご存知の通り、今日これで宮神輿が出来上がり、山車が3本、今日一緒に巡行することになるんですが、この形というのが赤坂氷川神社が江戸時代から続けていたお祭りの形です。この形を復興させよう、江戸の祭り文化を復興させるんだということで、関係者皆様今日まで頑張ってまいりました。今日がその第一歩でございます。赤坂の先人はこのお祭りをずっと続けていたわけなんですけれども、それはやはり積み重ねた経験、知恵、そういうものが結集されてうまくいっておりました。しかし我々はその、知恵も経験もありません。我々全くの初心者の集まりです。私ども、初心者ということを、真摯に捉え、祭りを恐れ、かつ、江戸の祭り文化を復興させるんだという気概を持って今日の祭りに臨みたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。続きまして氏子崇敬会青年部巴会会長稲川隆久様よりご挨拶をいただきます。稲川様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。じゃあ、私たちはですね、氷川神社の巴会崇敬会の青年部として、この発表を着ておりまして、この祭りが無事皆様方が怪我がないよう、また事故がないようですね、私たちは陰で一生懸命、応援させていただいております。今日一日、明日とありますけども、どうぞ怪我や事故がないよう、みんなで気を引き締めて頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。稲川様ありがとうございました。続きまして本日吉宗公出身の和歌山より若祭りの皆様にお越しいただいております。皆様拍手をお願いいたします。また本日和歌山市長小花正弘様もお越しいただいております。小花正弘様よりご挨拶をいただきたいと思います。小花様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。紀州藩からやってまいりました和歌山市長の小花でございます。今年は吉宗公将軍就任300年ということで、吉宗公のふるさとである紀州東照宮若祭りの一行と一緒に参加させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。小花様ありがとうございました。それでは江戸消防記念会第3区副組頭松本様の一本締めにて出発したいと思います。松本様よろしくお願いいたします。出発の準備をお願いいたします。
ありがとうございます。